こんばんは。あやさん、新曲あやざっす。ハーチあやざっす。こんばんは。こんばんは、こんばんは。疲れさっす。いやー、疲れて疲れて。ちょっとね、こんな感じなんで、お茶ばっください。起きたばっかじゃないよ。こんばんは。新曲めちゃくちゃ良かったです。あやざっす。こんばんは。新曲っていうか、あれだよ。まあ知らない人もいるのか。新曲です。疲れてんだよ。本当に。やっぱ昨日のライブのもう全部出し切って、こんばんは。出し切って、なんか、お疲れさん、救ったりしてる。作り直したね。そう、作り直した。路地裏歩いてでしょ。精神薬剤ざす。路地裏歩いて、昨日のライブ、そう、良かったんでお茶枠ください。お疲れ様でした。初見、ロッカーのお茶枠前だとね、昨日ライブお疲れ様でした。アレンジして、だから作り直したよ。お疲れ様です。キングヌー好き、井口くんとか俺愛してるよ、本当に。セックスしたいもん。曲数やばかった、最高あった。作り直した、こんばんは。昨日のライブ、のこさんから見て、ああ、ありがとうございます。精神薬ありがとうございます。精神薬ありがとう。昨日のライブはけど、まあ、いつもそうだけど、やっぱ翌日はこんな感じだよ。こんばんは。宇都宮、あ、精神薬ありがとうございます。はい、こんばんは。新曲のアウ、新曲の何？アウトロソマース、チェーンソーマンに使えそう。そんな別に何も意識してねえよ。こんばんは。ライブお疲れさまでした。のこさん好き、名古屋で、あ、ありがとうございます。精神薬ありがとうございます。今日はだから、昨日伝説のね、ライブをしたんで、毎度ですけど。伝説のライブをしたんで、お茶箱をもらいに、来ました。こんばんは。あと、そう、やっぱ、疲れてて、お疲れか、こんばんは。やっぱ、今、ツアー中はやっぱ、配信能になるね。毎回、みんな嬉しいでしょ。毎日毎日配信してくれて、こんばんは。疲れてるよ、疲れてるけど、お疲れ様です。やっぱ、モード変わるからさ、お茶ばっかりです。特に今月はライブいっぱいあるから、そう、アウトドアモードになる。嬉しい、毎日はいた。体調は大丈夫だよ。ただめちゃめちゃもう疲れてる、本当に。やばい。だからお風呂も入ろうかなと思って、このキャストのおかげで、ありがとうございます。こんばんは。今月これから仕事いっぱいね。あと無理しないで、カードのお子さん。暗闇にいるのって何か、お茶ばっかりです。お茶ばっかりです。寝れるときに寝てね。喉は大丈夫だよ。喉は無敵だから、俺マジで。お茶ばっかりです。ライブ良かったよ、最初のアート。一部制のが疲れる。いや、だから昨日も言ったけど、二部制のが全然倍疲れる。二部制のが、マイナンバーカード作ってる。二部制のが、名古屋まで回復する。二部制のが、サカナクションと対バン、山口さんがだって今病んでるじゃん。山口そんなことより、あの人本当大丈夫なの？なんか心配だな、山口さん。こんばんは。昨日めちゃくちゃ元気。一部制と二部制、ライブ中酒っぱなしだった。ありがとうございます。一部制と二部制はやっぱり、一部制の方が、二部制の方が疲れるし、ね、こんばんは。二部制の方が疲れるし、あと、瀬取りが作りやすい。やっぱ、もう、なんかここ2年間、やっぱ二部制やってきて、分かったんだけど、1、2年やってきて。瀬取りがやっぱり全然作りやすいね。二部制はさ、やっぱ瀬取りね、まだやっぱ、一部制に比べたらやっぱ作りづらい。作りづらい。だから、俺なんか、やっぱ、あれ、外で作ってんだけどさ、そう、こんばんは。やっぱ思わせる。さとちゃんにちゃんと俺や、あれ、おめでとうって言ったよ。誕生日おめでとうって。きっとよくないさえ泣きまして、のこさん。二部制、そう、難しいんだよ。そう、二部制ってだってさ、なんか、よし、上がってきたぞ、上がってきたぞ、上がってきたぞっていうところでさ、さとちゃん誕生日いつ、いや、昨日か今日。まあ、とりあえずどうでもいいや。そう、上がってきたぞ、なんかすぐそれでパッて終わるみたいな。そう。短いし、そう。そう、物語を、なんかね、
ストーリーとか物語、瀬取りの、そういうのがさ、すごいさ、そう、だから、そう、二部制、そう、早く二部制さ、勘弁してくれよって感じなんです。お茶ばっかりざんす。お疲れ様です。お茶ばっかりざんす。今日は金もらいに来たんで、いつもの通り、いつも以上にもらいに来たんで、やっぱ昨日みんな感動したでしょ？配信のみんなも、ね、在庫のみんなも、現地の人も。ね、めちゃめちゃ感動したでしょ？昨日のライブもさ。ね、まあ昨日は昨日で過去だけどよ。でもさ、精神薬ありがとうございます。また次に向かって、俺は向かって名古屋に向けて。でもそりゃそうでしょ。だから、ね、そりゃそんなお布施もしたくなるだろう。のごさん、なんでそんなかっこいい。今もうなんもねえよ、もう。俺なんか今日本当、何時に起きたかも記憶ねえわ。でも結構寝た。夕方、ああ、6時か。6時ぐらいまで寝たのかな。お茶ばっかりやざす。全都市一部せ、何度見てるよ。ごめんなさい、まあ見えてない。いや、全然。お茶ばっかりやざす。いや、今日は最後に眠れたから。そう、タンバリン、首。あ、タンバリン全然大丈夫。アマティ、あいつ恐喝してって。いや、まあまあ、でもわかんない。そろそろ、なんか声出しとか、どうなんだろうね。ライブ終わった後、帰るとこありがとうなって。ああ、あれ、久々にやったね。みんなね、昨日ね、ライブね、終わった後に、まあ、すぐ帰った人もいると思うけど、俺なんか、用があって、ステージに。そしたら、まだ残ってるお客さんいてさ、でさ、それでさ、おみこししたんで、お客さんと一緒に。そう。よいしょ、よいしょって。久々にあんなことやったわ。タンバリン欲しくなっちゃった。タンバリンけど、全然やりづらくなかった、こんばんは。のこさんの声ってすぐ分かった。いや、なんか、ああいうこと久々にやった、俺、マジで。久々にやったなあ、ああいうこと、本当に。マジで、何年ぶりかもしんない、こんばんは。5年ぶりぐらいじゃない、こんばんは。おみこしはしてないんだけど、昔僕さ、よくさ、コロナ前はさ、よくさ、ライブ終わった後さ、ね、あーいってステージ出てきてさ、あと3曲やるぞって一人でアカペラで歌ったじゃん。そういうのやったんだよ、昨日、実は。パンイチョウのこさんの足が細すぎてビビった。俺そんな細いけど、まあまあ、本当に、モデルさんとか、なんかわかんない、いろんな人、いっぱい、なんか言われてきました、そういうのは。のこさんの女性にも、女性芸能人からにも。そう。女性芸能人、女性アイドル、風俗嬢。もういろんな女性に、すべ、あま、あまねく女性に言われてきてますわ。足の方。急にパンイチになってウエストはいいもんね。体重は組体操みたいだと羨ましい。ちょっとどうしよっかな。ちょっと一回、風呂配信ちょっとやろっかな。昨日マイスに泣いちゃいました。最後の風呂配信やろっかな。まあ、最後の風呂配信かどうかわかんないけど。脱毛するのしないよ。脂肪、いや、普通にもう体バキバキなんだよ、ほんと。お顔も小さい。足も出る。今日ちょっとこんなテンションなんで、はい。皆さん、明日はお休みですよね。どうせまた3連休ですよね。だからちょっとね、起きててくださいね。僕も僕なりに今日いきなり、あれ配信始めましたけど、自分なりにプランニング考えてるんで、お金をもらうために。はい。ね。ただ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 こんな疲れた姿をね、見せるためだけにね、お金をもらうとは思ってませんよ。はい。だから、あ、へいっすか。今日何曜日とか、あ、そっか。金曜か。なるべく、じゃあ早めにお風呂入った方がいいか。秋休みです。秋なんかねえだろ。休んで。いや、休むってか、まあまあ、全然一回風呂入るかな。木曜日だよ。毎日3連休がいいな。まあ僕とかそんな感じだよ。3連休終わっちゃいましたよ。こんばんは。秋大好き。昨日興奮して眠れなくて今めっちゃ眠いの。明日休むから仕事で、こんばんは。まあ俺もやっぱツアー中ってアドラリンがやっぱね、出てるから、やっぱこういう風にね、アクティブなんだろうね。やっぱり昔からそうじゃん。ね、俺ってツアー中よく配信するじゃん。ね、昔からファンの人わかるでしょ。ね、そう、だからそれって結局さ、ツアー中ってモードが違うんだよ、俺。本当に。本当にモードが違うんだよ。モードは違くて、やっぱライブが続くとアドラリンもバーって、やっぱあんだけ、こんばんは、まあお前ら、ね、配信でも現地でも見てるだろ。あんぐらいやっぱり出すと、やっぱ脳みそね、やっぱね、
もうドバドバですよ ドバドバですよ。ギアフォース。ギアセックスだよ。ギアシックスだよ。在庫の録画見る余裕ない。あ、でも俺昨日だから寝なかったから、結局家着いて。そう、寝なかったんで昨日。やっぱりアドレナリンもあって。寝なくて俺在庫見たよ。素晴らしかった。何が素晴らしかったって、やっぱ俺がかっこよかった。かっこよかった。服装とか。まず見た、み、もう見た目をまず気にするから俺。見た目と声を気にするから。まずプライオリティ、優先順位やっぱ。ね、見た目。そう。いやでも昨日なんか髪型もさ、なんかハゲっぽくなってなくてさ、なんかそう髪の毛の感じも良くてさ、すげえなんかよかったよね、タンバリンも良くて。いや昨日だからさ、在庫見た後さ、そう、後ろ髪ふさふさとうるせえよ。どういうことだよ。こんばんは。ふさふさだわ、別に。後ろ髪は。ハゲじゃないもん。いやだからさ、俺さ、さあさ、あのさ、僕さ、オールバックもなんかかっこよかったよね。なんか俺やっぱ髪、じゃあ、こんぐらい髪伸ばしてさ、あれさ、ね、若い子の子さんっぽかった。なんかさ、俺さ、こんぐらい髪伸ばしてさ、久々にライブやったのいつも髪切るじゃん。なんかやっぱ髪長いオールバックってやっぱかっこいいなって改めて思った、昨日見て。ね、髪長い、今のこの髪長い感じのこのオールバック。ね。だから名古屋の前に切ろっかなと思ったけど、名古屋大阪前に。もうちょっとだけちょっと伸ばしてみよっかな。ね。伸ばしてみよっかな。ちょっと待って、ニコ生じゃないよね。ニコ生じゃないから。乳首はダメ。はい。チンコもダメ。クロロっぽくなる？クロロフォルム？クロロって、あ、ハンタンタか。ハンタンタね。ちょっとごめんね、俺今天然だから。本当にちょっと頭がね、こんなんなんですよ、今。ほんと、ずーっと。本当に疲れてる。タンタンタ再開するね。パンツ持ってきてよ。ちゃんと用意周到です。用意周到です。はい。用意周到ですよ。はい。ニコ生チンコ出し。ほら、会員なりな。チャンネル会員なりな。そしたら俺のチンコ見れるよ。パンツ破けてないよ。僕がこれで着替えるやつもちゃんと持ってきたから、これはこっちのとこ。入ろっかな。入ろっかなって。そんなに俺のチンコ見てんだ。だから X ビデオズにあるっつってんじゃん。X ビデオズに、ビデオに昔のモノ君と僕の風呂配信の録画上がってるから、それでチンコ見れるよ。チンコ見たければ。久々にちょっとこれね、今年のね、今までの誕生日、今まで全部じゃないけどね、プレゼントコーナーね、見せます。みんなありがとうな。まあ、もう言ってももう年末だから、もうね、時過ぎるの早いから、6月はもうすぐでまたね、いっぱい増えてくんだろうな、こういう小物系もな。もうけどもうさ、ここさ、入んねんだよ、自動カルテ。V ジョーナには見れない。V ジョーナに俺また見たいんだよね、あれ。なんか誰かくれよ。あれ、X ビデオに、つかなんかにさ、ポーンハブとかさ、エイトチューブとかにあげてくれよ。俺は自分で見てんだよ、あれ、V 上何配信、マジで。いやいやいや、マジ。だって思い出だもん、ああいうのも別に。ああいうのもマジで思い出だもん、小山菊之助のあの、ね、少年誌、エロ少年誌読んで。いや、ここもけどいっぱい、見たいのって見たいよ。本当で、これ別にギャグで言ってないよ。ギャグで言ってないよ。だから行けんかったと覚えてる。そうそう。結局行けなかった。やっぱみんなに見られてると、やっぱ勃起ね、やっぱどんだけしこっても勃起できなかったってことはね、やっぱね。だから今やっても多分無理なんだろうな。わかんないけど、今だったらまだわかんないな。でもいや、わかんないなって言ってもやれる場所がね、FC2 ライブとかしかないからな。別になんかね、めんどくさくなければやってもいいんだけどね。俺にそういうモチベーションがね、なんかいろんなものが合致したら。全然俺は全裸配信、全然とか、オナニ配信でも、うんこ配信でも、うんこはちょっと嫌だな。うんこちょっと僕。年末にやろう、おめでたいやろ。確かにな。確かに。年末年越しとともにな。長いことオタクだけど、そうやけど、ね、FC ツアーか、まあ、とりあえず、まあ、わかんないけど、とりあえず。ちょっとここら辺もう埋まっちゃってるからさ、ちょっとさ、来年からどうしようかなと思ってですね。もうないんだよね。
どっか裏側とかかな、かわいい、また来ます、お疲れ様でした、またき、あ、またなんだよ、何見んだよ、うんこなんか食わねえよ食わないよ、うんこ別に俺、うん、一段を増やすとか、いやめんどくさいっすよ、のだからちょっとなんか別の場所に置くとかかな、なんかもうちょっとこう向こうとかね、向こうとかに置くとか、でも向こうもけどそんなないんだよね置き場所、まあちょっと別のとこだねやっぱ、あ、棚増やした、あったけど棚増やしてんだ、そうそうそう、ちょっと棚はね増やしてるっていうか、こっちにそうだ作ったのちょっと置き場所、そうこっちに置き場所作ったんですよ、そうほらこれこっちに置き場所を作ったんで、そうこっちにまだ余裕あるな、そうそうそう、こっちにね、ほら増やしたのっていうか、いやこれ前も見てたじゃん、そうそうそう、今回もやっぱ小物系いっぱい来るからさ、こういうの全部だから、これ全部むしろ今年もらったやつだよ、これだけじゃないけど、これだけじゃないけど、もう下にもこうやってあるけど、いろいろと、行ったらあれだよ、第3の間にもあるんだよ、第3の間にもあるからね、第3の間、あとはこっちはアロマ系統とかね、アロマ系統とかエッチなやつはこっちにあります、エッチなやつはこっちにやってますね、何言ってんだ俺こんなこういうのは、ね、睡眠グッズはこういうのでやってます、はい、第3の間にもお部屋紹介っていうか、まあ別にね、そんな別にみんな分かってると思うけど、そこまでそんな、まあこれとかもね、全然やっぱね、全部切れた誕生日今年もらったやつね、俺ね、けどね、全然ね、やっぱね、なんて言えばいいか、消化しきれてないんだよね、全部使い切れてないんだよな、のこさんこんばんは、使い切れてないんだよね、あと、ね、やっぱいつも言うけど、このジャグジーとか、これは前もらったギターか、ギター、これは前もらったやつだね、ファンに、プレゼントで、これジャグジーなんだけど、これもいつ使うか分かんない、本当に、ジャグジーは楽しみ、いや、そうなんだけどさ、もこもこしてんな、これから切れんね、6月16日ですか、6月16だよ、誕生日。ジャグジー見たいなって言うけど、なかなか大変そうで、いや俺もさ、なんだかんだ結構ね、そうそうやることがねあってね、そうそうそう、棚もこうやって、こっちはさ、やっぱさ、やっぱいろんなデータ、そうそう、なんか CDR のこれデータとかいっぱいあるから、ハンターハンターとかコミック LO とか、そうそうそうコミック LO ってなんかまあそういうのとかいっぱいねあるんですけど、アズマンガ大王とかね、僕の大好きな、はいね、いろいろあるんですけどね、はい、まあそんな感じで、ちょっとね、そうロリ雑誌じゃんって、何がロリ雑誌じゃんって、何が LLL コミック LO だよ、ロリ雑誌じゃんって、何が、いや、LO の表紙ね、素敵だよね、だから第3の間もさね、こうやってさ、やっぱさ、いっぱいなんかあったりするんだけどさ、このね、あのピアノ弾いてるところ、こっちもこっちで服とか置いたりとか、そうそうそう、でもこっちだいたい機材なんだよね、今年もらった、だから カリンバか、これ2台もここに置いてあって、結構もう物もね、いろいろ増えちゃってね、そう LO の表紙集めて、ここはだいたいやっぱ機材で、やっぱ今までね、まあこれも何回も見せたことあるけど、あ、けどこれ最近整頓したんだよ俺、ここさ、あれ最近ね、一軒家じゃない、俺団地の2階住んでる、団地の2階、あのね、そう、でも俺けど、だからここ最近整頓したの分かる、綺麗になったっしょ、ちょっとなんか最近半年前か分かんないけど、整頓したの、ここら辺なんかごちゃごちゃしたから、パソコンがさ、だからさ、昔これでだからニコ生とかピアキャス10年前はこれで配信したわけじゃん、そうこれで配信したやつを、これノートパソコン、俺のね、今までの配信の武勇伝のね、このね
これやっぱおかしいっておかしいってこれで配信してたって おかしいっておかしいってやっぱこれやっぱさすごい、やっぱのこさんってすごいよこれさいやマジで重いよ。いや俺なんかよくまああれモテったような、外で電車の中とかさ、これマジで、いやこれ相当までいかんけど、けどこれかなり重いよ。これでよくまあ電車とか気違いする配信やったよな俺、ライブ配信とかね。プルプルしてんもん今俺って。いや若さっていうのも、いや若さっていうか、いやまあ若さの勢いだよね。もう勢い、いや当時も重かったと思うよ、絶対当時も重かったと思うよこれは今ちょっとこのサイズは無理よ、さすがに。ちょっと俺も今フラフラしても、いやめっちゃ重いよ、重いよ。そうだよ、もうそうですよ。今もうスマホでね、手軽に配信できるけどね、僕みたいなね配信者のパイオニアはね、こんな風にやったんですよ。15年前は、そう15年前、そうスマホがない時代は。でも全部やっぱここら辺は全部ねちゃんと残してる、やっぱり。そう全部ちゃんとね思い出として、そう思い出として残してる。やっぱりいつかなんか別にね売れそうじゃん、みんななんかさ絶対500万円ぐらいで買ってくれそうじゃんね。うん、なんかリアルなところ300万かな、200万300万。うん、まあ売るとしたらね。うん、いやもうちゃんと俺こういうのは物持ち、まあ博物館ね、まあそういうのもね、うん全部ちゃんと俺残してるからね。そう、うん、いやもうすごいよこれ。まあいいや、これちょっと重たすぎる。うん、のこのこ絵に描いてあるセットライカー、こうすればいいの。いやなんかいつか本当にね、まあ俺いつもめんどくさがるけど、やっぱ個展とかね、なんかそういうミュージアムみたいなね、事務所の力借りてね、事務所の力借りてなんかできたらいいなと思う。だってそんぐらいいっぱいあるもん俺、だって見てわかる通りさね、イラストもそうだしね、イラストとか俺もいっぱい描いてきてんじゃんね。俺けど一応やっぱパソコンで一番好きなのこれなんだ。これ多分2014年か5年ぐらい発売されたぐらい使った時なんだけど、これピンク色でさ、これ超可愛いしさ、そうダイナブックのさ、これめっちゃ可愛くない？ダイナブックのさ、これ今もう絶対売ってないけどさ、そうぶっ壊しちゃったんだけど、そうシールとかあって、いやこれしかもちょっと軽かったんだよね、あと軽かったんだよねこれも。うん、これ可愛いよね。うん、そうこれ可愛いよね。今なさそうね、こういうのちょっとねあればいいんだけど、今でノートパソコン持ってるんだけどさ、ピンクやっぱ欲しいなって。でも今は今で俺ノートパソコン持ってるから、そう今でねノートパソコン持ってるから、俺はまたパソコンで絶対ねいつかライブでやるよ。やりたい、いつかは。まあ別に今スマホにねこうやってさ甘えて、いやマジって、いやそれはいつかは俺やりたいよ、またパソコンこうやって持ってさ、ライブステージ現れて。うん、そう。ちなみにお前らあれちょっと昔を知らない人たちに言うと、音質はクッソ悪いからライブで配信しながらダイブするの、うん、まあそういうのとかいつかできたらね、うん、でも音質はクッソ悪いからなスマホがもう素晴らしいんだよ、うん、特にツイキャス。なんかこれね、なんかねうちの事務所のスタッフもね行ったっけ、あ誰行ったっけ忘れたけど、なんかねツイキャスってめちゃめちゃ音質いいらしいよ、やっぱニコ生とか他のとこと比べて。ツイキャスってなんかやっぱすげえらしいよ。なんか運営さん聞いてますか、あなた方は素晴らしい。そう音質なんかね、そうツイキャスがやっぱ一番いいらしい。そう、うん、そう。まあ、スマホもスマホでいいんだけど、ツイキャスもちゃんとなんか、そう。うん。はい、これもね、もう全部ね、思い出ですよ。ぶっ壊してね。ライブハウスでぶっ壊して。はい。いや。
もうさ、ね、もうこんな、これもう、だってバイトで稼いだ金とかさ、ナパームですね。YouTube のライブ配信全然だけど、配信に特化した、そう、俺、ライ、ライ、ライ、あの、月給とか、だから当時ね、月給とか、物販とか、まあ、メジャーデビューした後あったら、その金全、ほとんど全部、ね、こういうのに、もう、俺、金払ったからね。うん。だって、この当時でも、15万円とかしたからな。そうそうそう。うん、だからそれは今ね、そういったいろんなことがあって今になって帰ってきてんだよ俺は。そう、だからちゃんと俺物持ちいいからさ、そうさ、だからいつも見せるけど、こいつがね、これがもう一番伝説ですよ。思い出が詰まってんの。のこさん基本ずっと変わんない。努力家投資。そう、そういう時代が。余計に捨てない。そして壊すっていう。いや、まあ当時のパフォーマンスな。これ最初、これけどさ、これね、厳密に言うとね、最初じゃないんだよ。僕が小学5年生とか4年生の時に、鼻歌、頭の中に降り注いだメロディーを吹き込んだテープレコーダーがあるんだけど、あれ、親のやつ、親父のやつで、確か親のやつで、どっか行っちゃったんだよね。そう。そうそうそう。頭の中にそうメロディーが、そう、俺小学生の時からそうやって、なんかテープレコーダーにさ、引っ込んでたんだけど、それはね、親のもんだったからどっか行っちゃったんだよ。そう、あれ、そう。でもこれはちなみに、ズームで、あれ、俺がいつ買ったかわかんねえけど、なんだろう、これいつ買ったのかな。中3とか、まあ、高校1年生かな、これ。高1とかかな。生まれた時から天才なのずるいが。いや、生まれた時から天才じゃないってよ、僕は。そんなんじゃないよ。いや、なんかそういうのもネットでなんか言われたりするけどさ、おい、壊れたじゃねえか！ ダメだよ。自分で壊すんだったらいいや。もうこんぐらいだからもう行っちゃってんだよ。そうそうそう。つまみがぶっ壊れた。まあいいや、置いとこう。このサントラ、これサントラック。だいたいまあ僕がメインで今でも。メインっていうか今でも使ってるのがこれが、まあ、16トラック、まあ16トラック、なんかボーカルがいるね、ボーカルとか16個入れられるみたいな感じなんだけど、まあ今だったら別にさ、500トラックでも1000トラックでも入れられんの。今ってもう DTM、 パソコンの時代、今現代、もう1000、それがまあ当時は、だから僕は最初ね、この3トラック、もうボーカル、ギター、あとは、なんかリズムみたいな感じで、なんかこれ使ってた。で、これで結構そう、どなる夢だろうか、リッケンバンカーとか、まあいろんな、なんかそういうのとか、まあ大体没曲、ほとんど没曲なんかそういうの作って、これやっぱりね、もうね、もう見てよ、これ。もう色からしてもう完全にね、もう、すごいよね。これ何なんだろうね。カビというか何なんだろうな、これな。同じやつ使ったハードディスクレコーダーどっち？ハードディスクレコーダーってこっち？こっち？これ俺今でも使ってるよ。ヤマハの AW2816。俺ちゃんこんばんは。ちょっとなんか、ちょっとね、なんか機材オタクの話してますけど、皆さんけどこれ聞いても別に楽しいっしょ。楽しい人は、ファンだったら。俺の歴史なんで。やっぱね、楽曲の。で、これが僕ね、だからテープレコーダーが最初で、で、これがその次で、で、その後僕買ったのがこれなんですよ。ボスのね、ボスのこれ。BR。そう、ボスの BR1180。はい。これ買って、ちょっとトラック数も増えて、そうそうそう、こんばんは。んで、その後に買ったの、なんだっけ、まあ忘れたけど、いろいろ買ったり売ったりしたから。まあ、とりあえずこれ、あとこれだね、これは。これだね。このズームのこれだね。これもね。これ名前忘れちゃった。なんだっけ？忘れちゃった。あ、D16XD だ。D16XD。そう。これは前から言ってるけど、これはペンテル作ったやつです。はい。これでペンテルとかスピード作りました。でもって、俺が最初買ったギターエフェクトはこれだね。ズームの5052。そうそうそう。これけど、俺とためのやつとか、同世代のやつとか、ちょっと年下のやつとかは、おーってなる、絶対なる配信だよ、これは。
これ結構いい音鳴るよな。うん、いくらか忘れちゃったよ、もう。そんなもう50年前の話なんだから。うん、おおってなるやつで。うん、でまあ戸川純さんリスペクトしてるんで、こういうのもね、あの買ったりとかしてましたね。ここ蹴りたい背中、これ何で持ったか忘れ、まあまあ俺小説も好きなんで、はい、まあそういう感じでね、いろいろあったりとかね。そうそうそう、うん、あ懐かしいな、これな、帽子な、この帽子を昔よくかぶってたね。うん、懐かしい。意外だったね、確かにね、意外だった。うん、これあ、これけど昔ファンが送ってくれたやつで、うん、いつかわかんねえけど、うん、多分これも、これ多分10年前とかじゃない。うん、結構俺なんかなんだかんだ残し、なんかね、探せばね残ってるよ。うん、探せば残ってるよ、なんかいろいろと。そうっすね。あとはね、これがね、僕がね、あのね、あの英会話ねやってた時ですね。はい、昔英会話やったって言ったじゃん、ノバね。うん、改めて見せましたけどね、こんな本当にこんなにやってたっていうね、こんなにね、もうね、僕の字だからわかるでしょ、もうこれ本当に。コント1から僕の字だからね。コント1から自分の字だもんな、ね。だから僕はあれ、そう、昔本当なんかね、16歳の時ね、あの英語で歌詞書きたかったんですよ。15歳、15、6歳ぐらいの時。そう、17歳ぐらいになって、そう今ってもう iPad とか、そっか、うん、そう、英語で歌詞なんか書きたいとか、そんなね、なんかね、あのかぶれたんすよ。はい、かぶれたんすよ。でも今は全然もうリスニングしかできません。この象のね、謎の絵はよくわかりませんが、はいはい、うん。でこれはあれ、親父がニューヨークで買ったね、これ前も見せたよね。うん、親父株買っちゃう、これ親父のやつだよ、親父がニューヨークで風水とかアメリカ生活で困らないための本、ニューヨーク、ほらね。うん、親父もだから絵好きだからさね、こういうね、なんかセザンヌとかな、うん、なんかこういうのもあるな。うん、そうけど親父の絵結構あるな。これも多分親父の絵でしょね、これも親父の絵だな。結構親父の絵なんかところどころあるな。うん、これ親父の絵だよ。うんね、昭和50年だって。風景そのままじゃねえか。風景って。もうちょっとなかったのか、タイトル。風景、ま、けどまあ親父別になんかこう見たら別にやっぱね、いやなんかフェアにして別に下手ではないよね。うん、親父って俺わかんないんだよね、未だに。あいつって何者なのか。うん、普通にうまい、ほんと親父ってね、俺わかんねえんだよ、あいつって。なんか芸術がどれだけ、なんかやってあいつ絵描いてたってのは知ってたんだけど、なんかあんまりあいつってなんか俺に、まあ俺も聞かねえし、あいつも別に言わねえし、そうなんかね、そんな感じなんです。はい、うん、まあいいや。はい、そういう感じでね、いろいろねあります。はい、ね、ここら辺は、まあ、最近テレビ変えたんで、もうテレビの処分にね困って、表現者同士、親父さん元気してますか、いつも言うな、親父さんああ死んでない、だから親父は生きてるって、元気だよ、元気、親父全然元気だよ、あれ全然ね。テレビの処分って本当、いや取ってあるじゃん、じゃん、いやこれお金かかる、親父に聞いたらなんか6000とはかかるんだよね、5000円とか6000円かかるんだよね、俺な、うん、5000円とか6000円ね、
粗大ゴミなのかしら、うん、リサイクル量、そうそうそう、なんかね親父言ってた。だから一応なんか、そうそう、俺なんかケチだから、これ秋葉原でなんか2年前買ったやつ、そうプシコの手紙でも使ったんだけど、プシコの手紙なんか MV 撮影で使うために俺買ったんじゃなくて、マジで頭がいかれたかなんか知んないんだけど、マジでなんか興味持って、なんか興味が出てきて、これにそれで買ったんだよ俺本当に。そうカツラも買ったんだよこれ用の、だからこれ用のカツラも買ったんだよ。確か合計でマジでね4万円ぐらいした、いろいろともろもろ。うん、秋葉原のどこだっけな名前。でもあのそう、これウィッグ、ちなみにこれウィッグね、ウィッグ、うん、これ用のウィッグ。そうなんかすぐ一応ねすぐ熱冷めたんだけど、そう石買って、そうそうそう、なんかね何週間ですぐ熱冷めたんだけど、どうしたんだろうなって、だいぶそうって結構なんかそうわざわざ俺しかも車で行った、そう車で秋葉原まで行って、そうそうそう、結構買ってるっしょ、これもそうだし、うん、いやね、なんかいつかどうせだからライブで使いてえよなこれな、ライブでな、うん、ライブで使いたいよね。そうだったの、いやそう状態だったかもしんない。いや俺そう状態の時本当にね金めっちゃ使う時あるからね、これライブで使いたいよね。ちょっと待って、ライブで使えそうじゃない、なんか、いやモノくん、いやモノくんはもうなのかね、なんかこれで演奏するの、だって見えるもんこれ、うん、モノくんにつけてもらおう。まあモノくんつけたら面白いことないですだけど、うん、なんか変になんかちょっとさ、なんかねちょっとなんか異様な感じが出るじゃん、世界なんかね異様な世界観が出るじゃんこれはこれで、うん、いやでもこれちょっとライブでいつか使えたらいいな、なんかねこれね、確かにね、これちゃんとだってさ、もともと目とかこれって別売りで、あのなんだっけ、バーナーなんかね、バーナーで焼くのかな、なんかちゃんと俺ねインターネットで調べて、これもこれとかちゃんと自分で作ったんだよ、うん、そうそうそう、目これ別売りで、これ眉毛も自分でちゃんと、そう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 、オーダーするじゃん、自分でオーダーするじゃなくて、それ専門店行ったの、うん、専門店、うん、あれさ、俺もともとあれウィッグ女装するじゃん、女装して俺あの秋葉原でさ、あのウィッグ何回か行くとこ行ってるとこあるんだよ、名前ちょっと忘れたんだけど、秋葉原の駅地下にあの俺が行くウィッグ屋さん、そうそう女装の、それそこにあったの、そこの近くにあったの、そうそうそう、うん、ムニムニ製作所、あそうそう、それ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 、ムニムニ製作所っていうとこで、メーカーだね、メーカー、うん、メーカー、ムニムニ製、そう、そういきなりこういうのにね僕ね、あのハマったりしますからね、はい、いやーまあとりあえずいろいろありますよ、もう本当に、まあここら辺は HH ハードディスク、ハードディスクとかだね、ハードディスク、そんな世界があるんだね、調べたら出てくるよ。けどやっぱあんまり、やっぱ本当にね、こういうのを純粋に本当にね、あの趣味にしてる人ってやっぱ世の中いるからね、マジでまあいろんな人いるじゃん世の中。これは自分で MTR 解体して直そうと思ったけど直せなかったやつ、うん、直せなかったやつ、そう、うん、これはあれか、シャボン玉とかね、いろいろね、うん、なんか久々に自分ち探索すんな、なんかここまで、うん、まあそんな面白いもんね、そうそうないよ俺、あ面白いもんそんな、そうそうないっすよ、あマジで、うん、あこれ靴ね、ルルちゃんの靴の片っぽこっちにやってます、うん、あとここら辺とかも多分ファンからもらったやつだと思う、うん、あコーラ残してる、これ俺ずっとコーラ残してんだけど、なんか変な形になってない、これ爆発しないよね、大丈夫だよねあのコカ・コーラのタイアップ受けた時のさ、いつのだ分かんない、いつのって、だからいつだっけあれ、これの飲まねえよ、あれ何年前、
何年前？これ爆発しないよね。大丈夫？2015年か7年前か。爆発とかしないよね。大丈夫だよね。それ飲ませてください。やだやだよ。ちょっとせっかく撮ってある、記念に撮ってあるんだから俺。うん、ラベルだけ置いてるよってこと。うん、飲んでみると、いや飲むわけねえだろ。飲んで今これ泡吹いて死んだらお前さ、お前ら どないしちゃうのね。はい、これはね、はい、ちゃんとバックアップね、こうやってね、はい音源とかエロってちゃんと船あの DMM で買ったやつこれまあ男だったらみんなこういうのあるあるだろ男だったらこれはさあるだろ、みんなエロって。いやそれはさ、うん、あるだろそれは。だからこういうイラストとかもいっぱいあるからね、本当に古典ね。そう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 、古典ひら、古典ミュージアム開けますよね。これも懐かしいね、グッズになったやつね。もう本当にいっぱいあるもんだから、うん、マジで。ハッピーバースデーおめでとう。あ、そうだ、これ最近これここに置いたんだ。最近ってかついせんこの前ファンにもらった帽子とかいろいろありますね。はあ、神ヘロも今年もサンタ帽かぶるよ。うん、ハロウィン配信もやるよ。ハロウィン配信のやつどこへ？お札でしょ？お札どっかあるはずなんだけどな。なんかまあお札どっかあるはずなんだけど、あんな紙ペラペラでどっか行っちゃうだろ。ちょっと待って、今やばい、ちょっと、はあ、昨日もちょっとケツね、ライブ中ケツつったからね、無理な姿勢して。最近なんか無理な姿勢するとほんとさ、この前もさ言ったけど肉離れを起こしたりとかさ、いやちょっとほんとにね良くないな、運動不足。そう、昨日もなんかつったじゃん、なんか変な姿勢するの良くねえよマジで。うん、変な姿勢するの良くない良くないね。え、まあまあちょっとそんな感じでね、いろいろございます。キルユーもねこれたまに着てるよ。うん、これやっぱあったかいからね、この時期。キルユー、これキルユー最高だよね。うん、俺これキルユー再販してほしい。ってか再販した方がいいと思う、これ絶対欲しいっしょ。いやこれの白の T シャツとか白のやつとかはあったよね。なんかあのトランジスタ、なんかファンタジスタ桜田みたいな名前のやつとなんかコラボしたなんかやつ、なんだっけ名前忘れたけど、あの人ごめんなさい、すいません。はい、うん、そうそうそう、白可愛かったね。そう、白なくなっちゃった。うん、チャリのロ綺麗な、さな、うん、CD ジャケットみたい。いやキルユは俺未だに気に入ってるよ、未だに気に入ってるよキルユ。うん、まあもうねこういった懐かしのね服とかね、ピアキャスの時使ったねパソコンもねこうやって残してますね。はい、ピアキャスの時に使ったね、残してますこうやって。はい、まあいろいろこんな感じっすわ。よいしょっと、よいしょ。のこさん物持ちいいよね。うん、だって物持ちというかやっぱだってなんかわかんないけど、なんで物持ちがいいかっていうと、多分わかんない、なんか僕自分で買うやつもなんかねセンスがいいやつ捨てられないのか。いやなんか自分がで買うやつもセンスがいいやつあるし、やっぱファンが送ってくれたやつもさ、やっぱ捨て、まあ捨て、いっぱい捨ててきてるんだけど、やっぱりなんか気に入ったやつはさ、当然捨てねえしさ、なるべくそうなんだよ。いろんなね、ありますよ。いろいろとあります。うん。いろいろとありますよ。うん、服、だから、いつ、まあ、毎年言ってんじゃん、誕生日の時もさ、服はすまんって。ね、服以外もそうだけど。
そうそうそう。やっぱ年々年々増えていくからさ、誕生日もプレゼントもね。なんだっけ、俺何しようとしたんだ。あ、お風呂入るんだ。はい。まあまあ服はけど、選ばれたらライブでも着るレベルになるからね。俺今回の赤のねカーディガンしかりさ、ズボンしかり。そうだからそこはやっぱね、くじだ、あの、くじ引きだと思って、ヒゲでも揃っかな。こんばんは。一応ツイキャス、フリーのツイキャスだし、ね、カッコつけて、フリーのツイキャスだし、カッコつけて、ちょっとヒゲでも剃って、ね、ビフォーアフターでお見せよっかな。綺麗に。うんだよね、ヒゲ剃る。髪、ヒゲ伸ばさないの。ヒゲ伸ばしたら伸ばしたでかっこいいよ。でも伸びてない、ちょっと。目が疲れてる。いや、もう超疲れてるよ、もう。もう本当に。筋肉痛もやばい。腕の傷はもう完全に。お茶ばかやざんす。反り負けに負けないように気をつけて。負けないよ。はい。これもけどね、もうカミソリでね、めちゃめちゃバクってね、もう2ヶ月前だよね。ざっくり切ったけど、もうこんなに完治したよ。まあ、ちょっと痛々しい人はすいませんが。でも別に大丈夫でしょ。これでも。でも全然本当にすごく治ったから。すげえ良くなったっしょ。そう、治癒力やっぱ人間すごいんだよ。そう、人間ってすごいんだよ。そうそうそう、治癒力。だからもう来年になれば、そうそうそう、来年になれば、もう、ちょっともう、もっと落ち着くっしょ。ね。そう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 。傷パーパーと、乾いてよかった。そうそうそう。まあ、肉飛び出てたかんね。そう。先月前、肉が飛び出てたかんな。とりあえず、病院行ってよかったわ、本当に。病院。白くなるかな。いや、白くはなんないと思う。永久に残る。永久に残る。俺が死ぬ前に残る。これはもう、なんか、深いところはもう永久に死ぬ前に残る。でも、それでも別に、全然いいじゃん。お薬まだある。あ、あるけど、使ってない。もう使ってない。今もう使わない。一回ちょっとほっといてる。使ってない。傷口閉じてだいぶ綺麗、そう、だいぶ綺麗になったから、もうちょっと大丈夫です。はい。またいつか切るときによろしくお願いします。はい。かかとこれ良くなった。あ、なんか昨日かかとなんか怪我したらしいな。リスカって楽しいのかしら。いや、楽しいとか、まあなんか楽しいっていうとまたなんかね、ちょっと違うんだけど、なんだろうな。なんかいろいろあるよ。かかとってなんか昨日、そっか、血出たんだよね、昨日。でも大丈夫だよ。かかともなんか昨日血出たんだよ。まあまあ全然、けどライブはいつもね、そんな怪我するから。ライブはけどいつも怪我するから全然大丈夫です。はい。エンドルフィンが、死にてえから知らないために切るんだよ。まあまあ、まあいろんなね、なんか人いると思うんで、まあまあ、あんまり僕は、とりあえずそこにリスカがあるから、ね。あれだよ、ガガーリンの名言と一緒で、そこに山があるから山に登るのさと、もうそんぐらい、そんな感じだよ、マジで。そこにリスカがあるからリスカをするんだっていう。もうだからあんま深く考えることじゃない。分かっとるわ、ガガーリンじゃないぐらいよ。誰リンだよ、知らねえよ、スターリンかよ、知らん。何リンだっけ、俺ちょっと忘れたやつなんです。一時突っ込むなんだもん、こっちだって分かんねえんだから。なこれだけで十分か、はい、じゃあちょっとね、はい、じゃあお風呂入って、ガガーリンは地球は青かった、今日は、あ、今日もあのね、あのお風呂ちゃんと、あの新しいお湯だ、今日お新しいお湯だよ、ほら綺麗、新しいお湯だから、そう、沸かし直してよ。入浴剤入れない。だからね、我が家は、ね、前も言ったっしょ、会員限定で言ったのかな、もう一回言えば。あのね、我が家は、俺がね、なんか小学生の頃から、幼稚園の頃から、ね、ずっと、お風呂を入れ直したら、綺麗に洗って入れ直したら、入浴剤絶対入れんなって。そう、入れんなって、俺、親に、ね、なんか教育されてきた、
久々にさ、雑談リアタイやけど、のこさんは相変わらず面白いな。こんな疲れてるから今日なんて全然減らないですよ。もう 120% 中の 15% しか僕のね、あのほんとコメディ力出てません。今日はちょっとそんな配信なんで、ほんと昨日のライブマジ疲れてるからさ、もうな。そう、入浴剤、ちょっと入浴剤もいっぱいもらってんだけどね。そう、風呂掃除誰がやったって何が、風呂掃除誰がやった、誰がやったってそんな愛人に決まってんだろバカ野郎なあ。俺がやるわけねえだろなあ、自分でやるわ。ほっか、家事とか俺風呂掃除とか、いや俺掃除好きなんだよ、うん、昔から小学生の時から。だからね、なんかたまにね、家のなんかこうやって床拭いたりとか、たんまにだけどね、たんまに。俺掃除好きだよ、そう掃除好きだよ、うん。ちょっとみんなからいっぱいもらったんだけど、これごめんね、うん。ちょっと来年はちょっと、来年多分6月まで絶対余るよな、これな、このペースだとな。来年も同じ量もらったらもうごちゃごちゃになっちゃうからね。来年は多分そんないらないかもしれないな。うん。こんばんは。いや、偉いっていうか、なんかわかんない。単純に客席に投げるわけね。俺人から、ファンからもらったものを絶対誰かにあげるとか売るとか絶対にしないから。そうやったら絶対捨てる。うん、絶対捨てる。うん、ツアーに持っていこう、うん、ホテル配信と、うん、ホテル配信、そうそうそう、だから名古屋行くじゃん、名古屋大阪、うん。いや優しいとか、来年のタンプレ考えないと、いや優しいとかじゃない、なくない、普通じゃない、常識でしょこれ、これマジ常識じゃないね、これ常識でしょ。いやこれだってお前ら逆の立場もそうするっしょ。俺逆にそんなもんさ、ファンからもらったやつっていうか、自分のことを愛してくれてる人からもらったやつをさね、メルカリで売ったりとかヤフオクで売ったりとか、なんでもいいけど人にあげたりとかするやつって俺信じられねえよ、うん、捨てもしないよねな俺。いや捨てるわ、だって家爆発しちゃうだろ捨てない、愛もらってると。うん、俺は捨てないとね、家が爆発しちゃうんだよ。そう、さすがにメルカリで売るのは、いや売るとかもそうだけど、人にあげたりとかも俺はちょっとなって思うけどな。うん、義理だと売る、うん、義理コンテナ借りて詰め込んどけ。ほんとそう思う。こんばんは。今日はちょっと途中から来たい人ね、昨日ちょっとライブあったね。キャバ嬢さんは何、一部はキャバ嬢の一部は同じものをお客さんに ねだって残して、あ、一つ残して全部売るらしい。いやまあそれはそれで別に否定はしないけどさ、別にいいじゃん、うん、それはそれでなんか潔くてそんぐらい突き抜けてたら別にいいと思うよ。賢いな。そんだけ突き抜けたら別にいいと思うよ。別に人のことは別にね、別に何とも言わない俺、自分はそうって感じ、うん、人のことは別にね、何とも言わねえや、やり方、人のやり方に対してイチャモンつけねえや。ちょっとじゃあじゃあどうしようかな。新しいお湯だから、まあ僕別にね、ずっと湯シャンをね、あのもう5月8日、もう5月から湯シャンしてて、もうかれこれもうだから、あもう半年だ、もう約半年経つんだね湯シャンで。まあ3日に1回ぐらい最初シャンプーしたんだけど、もう今はもうわかんない、忘れた、多分7日間してない、1週間してないと思う。うん、髪増えたの、いや見ろよ、増えてんじゃねえかな、聞くなよ、いちいち言わせるの恥ずかしい、見りゃわかんじゃん、半年、うん、そう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 、いやサラサラにはなってないけど、むしろベタベタになった、うん、だって油、ね、汗がつくからさね、うん、昨日だってライブ終わって家帰った後もさ、あれだよ、シャンプーしなかったよ、うん、だからまあシャンプーした方がいいんだけどね。そろそろシャンプーした方がいいんだけどね。確かにな。今日しよっか。今日はしよっか。俺なんかね、多分ね、10日間ぐらいしてないと思うんだよね。うん、今、俺の予想、多分10日間ぐらいしてないと思う、シャンプー。うん、さすがにちょっと、うん、10日、うん、10日間、うん。いや、って言うけど、ね。あの世の中やっぱさ、あれだよ、化学薬品ね、痒くない痒くない、だから俺さシャンプーした時の方が痒かったんだよ。
10日はすごい夏やめたんです。しわさ、俺ね、シャンプーした時の方がかゆみがあったの。俺、湯シャンにしてからかゆみなくなったんだよ。これ本当にステマとかじゃなくて、俺の場合はね、俺の場合は。だから人それぞれだから、あんまり俺を参考にしないで。俺みたいなやつもいるってこと。のこさんにはそう、俺には多分合ってるのかもしんない。ちょっと、そう、個人の感想だから。だから俺はまだ半年しか経ってないからね。まあちょっと2、3年は様子見ないとな。2、3年。これで3年後ね、ほんとね、ツルピカハゲマルくんってコメントで呼ばれてるかもしんないからな。だから試し期間、けどそんぐらいやっぱね、そんぐらい、まだ半年じゃまだまだですよ。試す勇気が出ない。どうせ俺もお前もハゲるんだからさ、なあ、そんなもんさ、ね、当たって砕けろでいいじゃん。な、お互い38歳でさ、37なんだよね。俺37だよね。俺なんかやばいんだよね、マジで。昨日、ミサコの誕生日、そう、さ、いや、俺さ、37だよね。38じゃないんだよね。37なんだよね。俺これガチなんだよね。俺これガチなんだよね。37だよね。俺これガチなんだよね。わかんない。いや、違う違う、本当にね、違う。本当にもう、いやけど、あれ、もうわかるだろう。20代、30代のみんな。それ以上先輩の人。俺ね、わかるや、もう、本当に年齢がね、マジで興味なくなるから、年齢っていうものを本当に興味がなくなるから、多分これからもっとひどくなると思う、俺。だってもうさ、やっぱさ、お前ら10代はさ、10代20代はさ、やっぱ年齢とかやっぱさ、ちょっとやっぱ1年1年やっぱなんか変化あるかもしんない、なんか異変化っつうか、なんかいろいろね、節目にするとかあるかもしんないけど、30代になるともうさ、夢も希望もへったくれもないからな。夢も希望もへったくれもねえし、ただ劣化していくだけだし、そんな気にしたってね、もう本当にさ、気にしたってもうしょうがねえからさ、そんな絶望感ある。そうだよ、お前まだ10代20代だからいいけど、30代以上になってくると、もうそんな風な、そんな年齢なんかもさ、そんなもんさ、考えたくもねえんだよ。まあ正確に言うと、のこさんいつも言ってんじゃん。やっぱ年齢はやっぱこの年で思うのは、やっぱり僕はやっぱ年齢じゃなくて、やっぱりそんな気持ち、気持ちだよ。矢沢永吉も CM で言ったろ、ビール飲みながら。矢沢よ、思うんだって。矢沢思うよ、やっぱ老けた時が老けた時なんだよね、みたいな。いつまでも矢沢少年のまま、老けたって思った時は老けたんだよねって。でも矢沢の言う通りね。これはけど本当そう。年取るとけどそれは本当に俺も思う。やっぱ精神的なとこ、メンタルっていうか、やっぱ心。心だよ、心。精神力。心。人間力。精神力。心。魂。魂を燃やせるかどうか。もうこれだよ。これに尽きるな。だってさ、俺さ、まあ例えば自分で例えたらさ、ね、まあやっぱいつも言うけどさ、やっぱそのね、10代の時よりも俺生き生きしてるよ。学生時代の時より。めちゃめちゃ俺エネルギッシュだよ。中学生とか。お風呂冷めちゃうよって。優しいな、お前。確かに今電気代。学校ってマジでつまん、まあ、学校は特にな、刑務所だからな、あれな。本当に。学校という名前の刑務所だからな、あれは。ちょっと待って。開けたり閉めたりするのが俺んちです。ポルターガイスト。一人ポルターガイスト。こうやって遊んだりしてる、一人で。俺鏡あるじゃん。鏡見ながらこうやって。
けいるわって、うん、楽しそう楽しそう、楽しい、いや楽しくないよ、寂しくないね、うん、寂しくはないね、楽しくないけど、うん、ドアにぶら下がらないのですか。ドアにぶら下がったらお前よ壊れるだろ、リアルな話な、お前これここにもこうやってこれこれただこれこれごといくよ、バキってこれこのドアごとバキっていうよ絶対配信外でやりたくないやつ絶対に配信外では確実に命かけてやりたくない配信中だったらさ、それはさ、もうさ、みんなさ、もう喜んでくれてさ、ね、一つ伝説がまた生まれるからいいんだけど、うん、やるとき配信してね、そうですね、あれ冬場つらいよ、ちょっとお風呂けど、あ、俺42度にした、てかさ、41度、あ、寒くなくなくない ?41 度。40度とか、俺42にね、しました、うん、いや、41、寒いって、お風呂だから俺42にした、シャワー41、あ、シャワーあげねえと カエルがぴょんぴょん、カエルぴょんぴょん、カエルの歌が聞こえてくる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 パパやったね、今日も日本は壊れてるってね、42度で、やっぱ42、42かな、はい、給湯温度を42度に、うん、41だとダメ、41だ、うち30、43か、43はちょっと暑い、俺やってたけど、43は暑い、ダメ、うん、名曲やん、かわいい、シャワーより浴槽は暑い、まあ、シャワーは確かに浴槽は俺43暑いって、これさ、もうさね、あの小数点欲しいんだよね俺昔から思うんだけど、これ小数点さあるとこあんの、 41.5 が欲しいんだよこれってあるメーカーあんの、ちなみに 41.5 欲しいんだけど、うん、もっと正確に言うと 41.4、うん、もっと正確に言うと 41.4 度がいい、うん、あ、やっぱないんだ、いや、これメーカーさんこれ多分ね、細けって言うけど、いや、けど結構欲しい人多いと思うよ、やっぱこれコメントでもね、これね、うん、41.4、 うん、サトちゃんちはどうだった、サトちゃんち、あいつんちは普通に金がね、札束がいっぱいあったよ、うん、風呂桶の中に、うん、確かにそれは、まあ、そんなことないけど0.5 でそんな変わる、いや、変わるよ、こんばんは、うん、あったら絶対ね、便利だよね、こんばんは、変化、新生変わっちゃうの、こちら LINE ミュージックをディレイにしました、LINE ミュージックをディレイにしました。よくわかんないけど、ありがとう。サツタは嘘で。団地でそういうのあるのに、サトちゃん別にそんな、ね、そんな、セカワってそんなんじゃないからね。うん、ちゃんと俺、なんかいつもふざけてたまに言うけど。うん。あいつら健全で。あいつらマジ健全だからね。だから誕生日は祝ったって。祝ったよ。足りねえだろ。こんだけ毎年さ、豪勢に俺祝われてんだからな、さとちゃんとつばすちゃんにさ、そりゃ LINE でね、文章送るに決まってんじゃん、うん、物は何もあげねえけど、けど物じゃねえじゃんね、うん、やっぱそりゃ言葉だろ、そうポンってね、文章送って LINE スタンプ送ってさ、ポンって、そんな感じ、うん、つばちゃんにも、うん、うん、仲良い気持ちで、いや、そらそうで、 DHC、 まあ使ってるよ、たまに使ってる DHC、 うん、あげないんだって、
あげないんだって別にいらねえだろ。別にそんなもんいっぱい金持ってんだから。むしろくれよって。俺さ、今日、俺だから今日 LINE、今日さ、朝、今日もさ、3度寝ぐらいしたんだけどさ、今日さ、俺さ、昼間、一回起きて、そうそう、でさ、ツイッターとか見てさ、なんかトレンド上がってからさ、そうそう、あ、俺誕生日呼ぶられねえね、人の、だから、あ、誕生日なんだと思ってさ、そんで LINE してさ、それでさ、LINE の内容さ、俺さ、そう、さあちゃん、あれ、普通にあれ、また来年も、来年ね、またね、高いもんあれちょうだいちょうだいねって、うん、マジでこういうねあのねライン飛ばしたからね俺やってるの。あー E シャープはこれはこれ全部ファンにもらったやつです。はい、これもね、これも全部今年の誕生日かな。全部じゃないけどほとんどだからさ、あれこれだから優勢ただの清掃報告祝ってんのか。お気に入りはって、いやだから違う、悪いんだけどさ俺さ、あのねシャンプーね、あのねだから今油シャンしてるからさ、そうそうそう、って何がカニ缶何、とりあえずねそう誕生日さ、あのさ服脱ぐわけないじゃん、なもうだってお風呂入るのに服脱ぐよとか頭おかしいでしょね、一石二鳥じゃん、選択しなくて済むしね。日本人ほとんどに服脱いでるけどさ、俺ほんと昔から疑問だったんだよ。だから結構高級なのみんな送ってくれちゃう、これと、けどだからさ、これさ、これずーっと放置したのもらって、これもずーっと6月にもらって、このディオールのさ、これ絶対高いだろ、これさ、この前久々に体洗ったの、あのなんか 10年ぶりぐらいに、まあ、なんか半年ぶりぐらいに体洗ったの。そしたら超いい匂いで、これめちゃくちゃいい匂いでさ、びっくりした。これんラッシュのシャンプーいいよって何、ラッシュって何、ドラッグ、ボディシャンプーなのね。風俗行く前だったんかちゃうわ、うん、ディオールを放置。でもこれとかもさ、いいシャンプーなんでしょ、みんなが言うに。けどこれだから、これもそうなんでしょ、このケラステなんとかってのも、これもスカルプシャね、のこさんの頭皮を守るためのさ、スカルプヘアシャンプー。よくまあそのみんな昔からだからさ、俺のさハゲ予防のさスカルプヘアシャンプーを送ってくれるけどさね、ああ来年メリット送るね。あのさケラステーゼだ、そうターゼね。あのさ、おちなみにシャンプーはだから俺ねずっと言ってるはずなんだけどね、俺はこれなんだよ基本的に使ってんの、これ、うん、コラージュフルフルネクスト。いやみんな心配なのはいいんだけど、これなんだよ俺がメインで使ってんのシャンプー。そう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 、何汚いって何がこれ、何か汚いって、これ迷彩柄みたいでいいじゃん、迷彩柄みたいで、うん、これなんだよ僕使ってんの。でもなんかけどおじおっととかねたまに使ってんね配信中ね。そうだね、だからね一応まあうちには届いてるから別にさ送ってくれた人は本望だろうけどさ、なるべくやっぱあとシャンプーもあんまりね、そう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 、誕生日にね送っても俺あんまり使わないかもしんない。そうそうそう、コラフルも高いよ。シャンプーはフルフル限定数とか、まあまあ大体俺けどあれ俺ね、あのねあの焼きそばじゃねえ、なんだ焼きそばなんだ焼きそばじゃねえ、あの油シャンしてるから、そうそうそう、油シャンしてるから、まあでそれでもまあまあ、何欲しいって何が、またそれってまあ誕生日になったら、いよいよ誕生日近くなったら何が欲しいかはね、6月だから、まあもうすぐ来るから待ってろよね、6月もね油シャンはいいぞ。だから俺とか油シャンもうだから半年目だよ。もうのこさんハゲるからまだ1年近くあるじゃねえのって何が、あ、まあまあ約ね、もう残さんの生活用品一式にするわ、クリスマスはって何がということ、
久々にアーブロやる。だからさっきお前途中から来たからちょっとまんめんどくせえな。大島家は俺は小学生からね、親からね、あのお風呂を入れ替えたら入浴剤は使うなって、絶対使うなって言われてるし、俺なんかそこだけなんか無駄に教育されてんの。うんね、他のことは全くね、なんか教育されてないんだけどさ、なんかここだけはなんかね、そうそうそう、やけに俺をね、頭に、ね、叩きつけられてるんだよ。そう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 、うん、それなんだってなるわ。え、だって綺麗じゃん、綺麗だから、ね、お湯が綺麗だから入浴剤入れるのもったいないじゃん。ただでさ、お湯綺麗なんだから。そう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 、どのくらいで変えるの、どのくらいで変える、わかんない。昔よりけど20代の時より変えるよって。だって俺昔ひどかったじゃん、な10年前とか俺ほんとひどかったよな。俺お前らのおかげだから成長してってるからさ、俺さ配信とともにリスナーがね、だからさ、たまごっち、俺たまごっちみたいにさ、俺のこと育成ゲームみたいな感じで育成してくれたおかげで、そうそうそう、いろんなことをね、そう昔はの沼だったじゃん。本物のだからさ、ジャングルのね、ジャングルから出てきたさ人みたいな。だからいや本当に、はい、俺本当にインターネット配信とともにいろんなことをお前らに教わって、そう成長したからね。うん、そう生活のこととかもそうだし、いろんなこと、うん、いや結構でかいよ俺配信、ここら辺、そこら辺は本当マジマジマジ、漢字もそうだしね。いや、いろんなこと、いや、これは本当に、だからありがとうございます、皆さん。皆さんが本当に先生みたいなもんですよ。ある種、マジマジで。可愛いか素敵な関係、うん、本当そうだよね。常識、うん、素敵な関係だよね。吉沢亮の入浴シーンが完全にのこさんだった。何、吉沢亮って入浴シーン。なんかあいつもなんか風呂配信じゃなくて、なんかドラマとかでやったの。それが完全の、俺吉沢亮までイケメンじゃないってちゃんと自分で言うけどさ、窪塚洋介とかさ言われるけど、そんな、いや、あれはやっぱね、俺もイケメンだけどさ、あそこまではいかないよ。うん、ドラマなんだよ。服は着てないじゃん、ちょっと待って、うん、いや、そこは俺いつも謙虚になるよ。ちょっとあれ、あのネッシーがいるか見てくるね。はい、ちょっと待っててくださいね。はい、ほんと久々になんか風呂配信やるな俺、多分3ヶ月ぶりぐらいね、風呂配信やんの、フリキャスで。ちょっとなんか冷めてきた。やっぱ41度じゃダメだな。いた？何が熱心なんかいるわけないじゃん。お前ら何、陰謀論信者ね。早く大人になれよ。いつまでもバカみてえなこと言ってんじゃねえよ。やっぱ42度だよ。42度か。42度だけどさ、本当にさ、ね、42度でももうちょっとぬるいもん。うん、服のまま入ってる可愛いってなんかいつもなんか言われるけど、なんか初見の人なんかいつも言うよね、風呂配信。乳首ダメなんだよ、乳首。そう、乳首ダメなの。うん、ニコ生は別にね、チンコ出してもいいけど、ツイキャスは乳首ダメなんだよ。だからね、こうやってね、そう入ってんの。うん、そういうことうん。でもってちなみにツイキャスはそもそも風呂配信ダメなんだよ、そもそもの話が。うん、そもそもダメなの風呂配信。そもそもルール違反。
そもそもルール違反。はい。うん、これもうさ、5年前にさ、そういうルールが確か決まったじゃん、ツイキャス運営さんが。ね。うん、風呂配信ね、ラジオだけしかダメですって。5年前とか。その時俺らもめっちゃ話し合ったじゃん。ね、お前らと。うん、これはもうちょっと風呂配信もちょっとね、運営さんのことを考えて、俺もやめようって言ったじゃん。なのにさ、このありさまよ。運営に好かれてんのか。いや、運営に好かれてるのはさ、やっぱさ、ありがたいことにさ、そりゃそうかもしんないけど、ただ俺も、ね、そこはけどね、結構真面目な話ね、やっぱり、俺もね、やっぱツイキャスではやっぱ、もうこれが今日が最後の風呂配信だ。うん、やっぱ。絶対やっぱしない。卒業するって、そうそうそう。じゃあ、ダメだよ。ダメ。残さ風呂配信をしそうだから。いや、だけどだよ。特例、やっぱ俺が特例ってのはやっぱダメだよ。ダメ。前も言ってた。前も言ったら、それは2、3年後も言うわな。下手したら20年後も言ってるかもな。いや、でも、いや、今回は本当に最後の風呂配信。いや、だってさ、だってそりゃそうじゃん。ね、去年もそう言って盛大に風呂配信でお茶爆もらったよっていう。だから最後の風呂配信なんで、お茶爆ね。これが最後の風呂配信なので、お茶爆ちょっとね、昨日も頑張ったし、何より。昨日すごい伝説ライブしたし、お茶爆いっぱいください。寂しくなるねって。いやいや、別にまあまあ、ツイキャスはまあルールだから仕方ないじゃん。ね。ルールだから。ニコ生とかはまださ、できるけど、ツイキャスはまあやっぱね、ゴーに済んだらゴーに従えだよ。俺もだからツイキャスの上さんに愛されてるから、だからそこはなんかあんまり乱したくないなって気持ちは本当にあるわけ。ね。例えばね、大谷 大仁田か、大仁田の引退でもよ。だから、やっぱそういうのあるじゃん。やっぱ、例えばね、僕がなんでこいつは OK なんですかみたいなさ、運営にクレーム来るかもしんないじゃん。ね、多分それ来てないかもしんないけどさ、今んとこ。ね、俺もバンされてないってことは来てないだろうからさ。まあ、多分ね、メール来ると思う、俺、運営から。やめ、ね、そういうクレーム来たら。俺、運営とメルトモだから。メール来ると思う。メールも来たことないから、多分今のところは大丈夫、来てないんだろうな。そうそうそう。今回は本気なのって、確かに。いや、俺はもう、だからもう、風呂配信もやめる気ではいるよ、ツイキャスでは。やっぱそういうのも、そうそうそう、やっぱルール、やっぱツイキャスのルールはちゃんとね、そうそう、なんでこいつだけ OK？ そりゃそうじゃん。そりゃそうじゃん、やっぱ本当にさ。ね。だから俺も風呂配信今後やるんだったら、やめる気ではいるけど、だから風呂配信やるんだったら、ラジオモードにしてやるっていう、そう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 、ことをさ、そうしないと。ね。お洗濯だから。いや、お前らもさ、いや、お前らしっかりしろよ。本当にやめるのやめるのって、本当にさ、前も言っといてやめなくてさ、お前らさ、ね。ちゃんとしろ。ルールなんだよ。な、社会にはルールがあるんだよ。な、本当にな。しっかりしろよ。本当。な、マジで。な、甘えんなよ。運営さんにさ。すいません。いや、ほんと。やっぱだからね、そこら辺はね。ラジオ、そう、ラジオ、ラジオ、マジ。そう、申し訳ございません。ごめんなさい。そうそう、気をつけないと。いや、気をつけていかないと、ほんと、マジで。ね。それ、ゆしゃん中。ゆしゃん中。これ、今、ゆしゃん中だよ。けど、ゆしゃん中だけど、今日はシャンプー、けど、しよっか。今日、シャンプーしよっか。今日はシャンプーしよう。シャンプーしよう、今日は。
よし、シャンプーしましょう。うん、すいませんって押せよ、お前。ね、16秒押せよ、お前。ちょっと待って、まあ、いいや、シャンプー、じゃあ、ちょっとね、じゃあ、何使おうかな。何使おうかな。ディオールはボディシャンプーだよ。やっぱコラージュフール、けどコラージュフールあんま、もう、てかもうないんだよね。ないか、ちょっとオジオットか、このね、なんか、ケラスターゼ。ケラスターゼ。のこさ、なんでそんな面白いの？いや、俺面白くないよ、別に。黒いの効きそうだ。ケラスターゼ使おうか、じゃあ。みんなこれ本当に高級ないいやつなんでしょ？ちょっとじゃあ使ってみるよ。これちなみに一回も使ったことないからね。高いよ。まあじゃあちょっと使ってみます。めっちゃいい匂いするんだろうな。ドラッグじゃない、いや普通にマジでいい匂いする。鼻詰まってる俺でもこんなにいい匂いする。いい匂い、いやマジでいい匂いする。ほら嗅いでみて。ちょっと待って、よいしょ。これシャンプーすんね、ケラスターゼ。何の匂いかちょっと分かんないけど、お茶番会ですよ。もらいしてみなさい。いやけど本当にこれマジでいい匂いするんだ。じゃあこんぐらいかな、こんぐらい取りまして、10日ぶりですね。約10日ぶりの、約10日ぶりのシャンプーで、高級シャンプーをじゃあ、使います。のこさんはちなみにコメントね、お前らは言う前に、ね、コメントする前に言うけど、泡立ち超いいんだよ。俺は本当にね、泡立ちくっそいかんね。すぐ泡立つ。ケラスターゼ、気になる。マッサージ。10日ぶりは一切あなたはそう。いや、俺はやばいよ。福山雅治も使ってる？マッシャーも使ってんだ。ふわふわケラスターズ私も使ってます。羨ましい。泡立ち、泡立ち俺めっちゃいいんだよ。なぜかというと髪の毛がそう、猫毛とか細いから。10日ぶりでも、泡立つ。俺細いから猫毛そう。ほら。すぐね、泡立つ。猫系かわいい、マッシュ、ヘラスターズでしょ。本当に、10日ぶりでそんなに泡立つのすごい。あれじゃない？女性は特にじゃない？男だったらみんな別にハゲいっぱいいるから。髪の毛細いやついっぱいいるからな。ハゲっていうか あれだけど。なんかわかんないけど、どうだろうね。俺、猫、やっぱ、てか、男だと余計か。余計泡立たねえのか。むしろ、俺、女性みたいな感じだもんね。俺の髪質はね。むしろ俺はな。髪細くてね、猫っ毛で。なんで俺だけこんな、ね。ウイリーは泡は何？泡でもこもこ。スギムとか泡立ちどうなんだろう。いや、泡立ちどうなんだろうって。あいつ泡立つも何もさ、ね、シャンプーをさ、何か、買うんだろうな、あいつの。クリトリックリス。杉本さんはシャンプー。猫ドラクルクルル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 
ボディーソープだろ。ユシャンじゃないの、石鹸だから、そう、ボディーシャンプーしょ、うん。あの表現よ。女だけど男用シャンプー使ったら髪バキバキに硬くなって。男用シャンプーってない、俺そんな使ったことないよ、逆に。ちゃんとマッサージします。気持ちいい、頭皮マッサージ。こうやってだいたいやっぱみんなシャンプーの仕方 YouTuber で見たかな。 YouTuber であれいるよ、 YouTuber で、あの正しいシャンプーの仕方の YouTube 見たことあるよ。
そう、正しいシャンプー。いや、爪絶対立てない。そんな強くやってよね。いや、強くやってないよ。強くやってると見せかけて、実は全然力を入れないっていうね。まあ、千人のやり方だよね。いわば。千人のやり方。こんな真剣な顔でシャンプーする人なかなかいるということよ。頭皮柔らかそう。わからん。達人。達人。もういいかな。もういいよね。てかわかんないんだよね、俺いつもこれ。どんぐらいかが。あ、もういいか。オッケー。ちょっとこれ新しい湯船なんで、ちゃんとシャワーしますね。いってらっしゃいませ。シャワーヘッドは何だろう。やばい、ションベンが出る。おしっこしたいな。おしっこバウンおしっこバウンおしっこしてみ出したまあしても大丈夫だよ。うちだし温泉とかじゃないし銭湯じゃないし別に。まあいつもしてるけどね。うちんちだから今チンコ見えてないちょっとチンコ出してるいつもしてる。これ女もさ女性もさするの女性もするのこれ男はみんなするじゃんね。しないんだ本当に一回も経験ないんだ。女しないんだね。してた。でも女性はしないんだね。しない、なんかしない。マジかよ。ね。びっくりだわ。でもする人も中には、なんか何名かいそうだね。ほら、する人もなんか何名か。でも基本的にはシャワオナって何？シャラポワみたいに言わない。シャワオナ。シャワーの水圧使ってオナにするの？なんだそれ。なるほどね。まあそういうのもあるわけね。シャワオナ。シャワーを鳴ってたけど、単語初めて聞いた俺。おしっこしました。いやー、髪さっぱりした。マジか。吸わなくてました俺も。お疲れさん。でも女性はほとんどしないんだね。でもオナニーはするの？オナニーはするの？俺オナニー俺、オナニー人生で、風呂でやったことって、マジで、7回ぐらいしかないよ。マジで。これ、本当に。なんか、お風呂場とか、なんか、そんな気分盛り上がんねえじゃん。気分盛り上がんねえじゃん。風呂場。風呂場、気分盛り上がんねえじゃん。
すげえ童貞みたいな、今日かわいい。最近下ネタ多くね。ああ、君初見だね。僕はこれ下ネタだと思ってますね。セックス、マンコ、チンコね、うん、あ、うん、うんこは下ネタ。俺が唯一下ネタと認めてるのはうんこです。はい、マンコ、セックス、オナニー、クンニね、スカトロ、そこら辺はもう俺全然下ネタじゃない。もう本当でこれマジで全然下ネタだと思ってない。うん、あとおなら、そう、おならもダメ、おならもダメなんだよね。うん、俺だったらさ、俺こんだけさ、いろいろ全部見せてるってさね、この長年ずっと全部見せてるじゃん。でも俺うんこ配信とおなら配信はしたことないよ。配信中おならもしたことないし、配信中うんこもしたことない。だからおならとうんこだけは俺ダメなんだよね。それが完全に俺にとっては下ネタ。うん、これマジ、これマジで。だからそこら辺がなんかみんなとね、なんかね、世間一般となんか感覚がなんか違うんだよね。おなら配信っていうか、なんか、いや、配信中におならをしないようにちゃんと気をつけてる。うん、そう、うん、そうなんだよね。そこら辺なんか俺なんかね、美学、いや、なんか残さそう、なんか世間とみんなとやっぱ違う。それがやっぱなんかまたね、残さのまたね、なんかユニークな点だよね。スカシもないよ、ない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 。乙女みたいな、そうそう、けどそういう感じあるある。まあ、これマジよ。ゲップはいいのがわからん。うん、ゲップは全然。うん、だからやっぱおならと、うんこ。だから俺、小学校の時とか、本当にね、大便とか行けなくてさ、本当、爆発しそうだったもん、体よく。うん。ね、だから小学校とか幼稚園とかなんかあったんでもいいんだけどさ、人前でうんこって行けないから、俺。うん、俺今。これバンド活動もそれ今まで、うん、ノグサーしたことない、うん、俺今までこれ本当で、うん、ずっとで、これ社会人になってから、社会人っていうかミュージシャンになってから、うん、本当にそうだよこれ、うん、そう本当でもうなんかもうぐわーってなりすぎて、もうこれままこの後月まで飛んでっちゃうみたいなね、うん、そんぐらいやばかったら、あのモノくんに言ったことはあるけどね、コンビニたられってあれ、もうその時冷や汗ダラダラなんで、もうダラダラって、うん、ダラダラって、うん、もう大人なんだし健康のこと考えよう。いや大人じゃない、俺いつまでも子供だよ。うん、やめてよね、勝手に僕を大人のね、汚い世界へね連れ込もうとしないでよ。うん、僕はいつまでもね子供だよ。うん、体は大人でしょってなんだそれ、逆子なんか、体調崩す大変、それは健康に悪いからしよう。いや健康に悪いとかじゃねえんだよ、これはプライドだよな。ああ、金くれっていつも言うのに、だからお前分かってないな、本当にさ、お前14歳だろ、うん、14歳とか13歳だろ、うん、もうちょっと年取ればいろんな人間見て分かってくるよ、うん、これで47歳とか56歳だったらどうしようふふふ、いや結構だってキッズって大体やっぱそういう感じじゃん。いや大体やっぱさ、もう30も過ぎりゃいろんな人間いるってさね、そんなんもう誰とどんな人間でも受け入れられんじゃんね、バックドロップしてさ、うんこ食ってさね、ションベンしてさ、オナニーしてさ、目ん玉、自分の目ん玉食うやつとかさ、いても不思議じゃないってことぐらいさ、な、おい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 、ひげがそれねえぞこれ、ああ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 あ、出るかな、もうないわ、
ヒゲ剃り負けはしない。ヒゲ剃り負けってのが俺いまだに分かんないんだよね。今まで俺さ、ずっとお前らとさ適当に話し合わせてんだけどさ、ヒゲ剃り負けってどういう意味なの？腫れて赤くなるやつ。ああ、するするする。だったら負けまくり。僕はじゃあ負けまくりです。はい、僕は負けまくりです。はいはい、勝ったことございません。はい、高3です。服赤いしサンタさんみたい。そう、血が出る時もある。そう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 、負けまくりです。あの反り方、この酒場刀だからね。だってこれじゃねえとさ、反れねえな、深くまで。お前ら男どもこれだろ。俺これじゃないと、酒場刀じゃないと。電動はね、ちょっと合わなかったんだよね。昔ね、プレゼントでもらったことあったんだけど。そう、このタイプの酒場刀じゃないと、完全にね。いつから剃るようになった？何？知らんねえ。なあ、なあ、メイドイアビスのなんだっけ、あの猫になっちゃう。なあ、名前なんだっけ。ナナニーか、ちげえよ。ナナチだ。ナナニー、ナナチな。メイドインアビスなんてもうまだやってんでしょ。俺もさ、5年前にハマってさ、もう今もうどうなっていくかわかんねえよ、もう。ずっと見てね。けどなんか流行ってるよね、ずっと。メイドインアビスアニメもやってんでしょ。モノくんがすげえ盛り上がってる。クリームつけて電動カミさんね、昔ね。ミキも面白い。俺はもう5年前にハマって、全然話進まねえから。そうそうそう、あのワンシーントラウマです。なんだっけ、カニャピーみたいな。カニャピーはエロ漫画家だ。はい、すいません。カニャピーはエロ漫画家ね。カニャじゃねえよ。なんだっけ、あのな、ムなんだっけ、ムートン、ムーミン、あれね、ミーティーだ、ミーティー。作者がめっちゃロリコンって聞いたことある。お、話し合うじゃん、じゃあ俺とね。ね、そんなめっちゃロリコンって聞いたことがあるとかさ、だからってロリコン認定すんねよ。宮崎駿だってそうだしさ、のこさんだってそうだし。俺獣はいけないな。獣にはしたことないな。カニャピーロリ専門だった。でもだからといって俺ロリコンだとは言わないじゃん、言えないじゃん。だってロリコンってあれだよ、小学生とかでしょね。え、いやいや、僕はないですよ、本当に。なあ、獣なーではないな俺。獣なーではない。中ならって何？小学生良くないですかって。何が良くないですかって。まあ悪いとかじゃなくて、性の対象としてっていう話でしょ。見れるわけねえだろ。頭おかしいのか貴様。なあ、ガチねえつおりや。まあ別にいいと思うけどね。迷惑かけなければ、迷惑かけなければいいと思うけどね。創作者ってやっぱ何、こじれてる。クジラックスは、クジラックス読んだことあるよ。もう全部読んだんじゃん。
まあ、のこさんにロリコンを望む人がいるのは昔から。どういうことそれ俺と同じ。あ、のこわかるよ、俺もロリコンだからいや、俺ロリコンではないよ、そんな。あんな。ピカソと一緒にしないで。ピカソはちなみにガチロリコンだからな、あいつ。あいつ選ぶってね、もう世界で名だたる、ね、権力、富と名声とね、もう誰もが信頼を置いてるけど、あいつクソガチロリコンだからな、あいつ。ピカソって。でもまあ芸術家って多いよね。けどピカソだけじゃないけど、俺ちゃんとピカソのことフォローするけど、まあね、あの芸術家だけじゃない、芸術家って多いからね。芸術家とかアーティスト、チャップリンも、まあなんかやっぱ天才ってやっぱね、まあなんかやっぱ多いよな、変なやつ。まあロリコンだけじゃなくてな、やっぱもうみんな変なやつな。まあ俺もそうだしさね。チャップリンのロリコン、天才にロリコンが多い。まあそれは天才はね、天才っていうのやっぱどっかね、特に創作してたらさ、創作で表現してたらさ、やっぱりね、頭はおかしくはなったりとかするよ。頭おかしくなっていうか、頭がおかしいからそういう創作ができるのか、そういう創作をしてきて、してる、積み重ねるたんびにそういう頭がおかしくなるのか、どっちが鶏でどっちが卵かって話が終わるよ。それは分からんが、そう、卵が先か鶏が先かみたいな。ああ、耳に泡ついていつも言われる。昨日ライブした人と思えたんで、それがまたそれがいいんじゃん、それがまたいいんじゃん。のこさんの経験的にはどっちがどっちなんですか？俺の経験的には、いや、これわかんないね、マジで。やっぱ俺は一番はやっぱいじめられて頭おかしくなったからさ。まあやっぱいじめとか、いじめだけじゃないけど、10代の頃のね、幼少期の悲しい辛い経験が、まあやっぱそこでやっぱ大体やっぱね、ちょっとはおかしくなって、なんか考え方とか、それはマジ自分でもそう思うよ。だから幼少期の経験って今後の人生の影響絶だよね。だからさ、あのね、ね、あのジェフェリー・ダーマーとかさ、ね、エド・ゲインとかさ、な、いろんなさ、な、あの、ね、サイコパス、サイコキラー、ね、そういった犯罪者、まあ大体親の愛をもらってないからね。ウィキペディアで調べると、大体虐待されたりとかね、まあ、要するに社会からもね、蔑まされてて、で家庭内でもまたトラブルがあったりとかな。のこさんは親の愛もらってた？俺はまあ親の愛もらってた方なんじゃない、これでも。まだなんかそうやってね、そういったなんかサイコキラーとかさ、シリアルキラーみたいなやつらに比べたら全然、なんかいろんなね、まあそういった俺いろいろ調べたことあるからさ、ほんとひどいやつ、ひどいからね、人生ね、ひどい経験してるやつな、
人との関わりを根底を否定者するほどなので、子供の時はしんどくてもその時はヘラヘラして耐えてるけど、後々鬱とはなって過去のことも全部理解して病気悪化する気がするか、わかんねえけどってなんか、こんだけ勝負って最後にわかんねえけどってやめろ。全部それでわかってわかんなくなっちゃった俺。親の拳はもらってはな。親の拳、拳。俺もだからネグレクトっていうか、親父にあのよく蹴っ飛ばされてよ。親父はむしろあのね、国よくマハパンチじゃなくてマハキック、親父はマハキック、うん、兄貴に対してもマハキック、うん、蹴りの達人だったから、うん、あとうちの母親に対して、ママに対して、一番まあママがひどかったけどね、わかる、兄貴いるよね、うん、まあ、そう、時代や、時代っていうか、まあ、まあ、もう、そうだね。はっ。百列キック。うん。だから、もう、うちの、だから俺本当にだからあの俺のねあの喧嘩あの親の喧嘩まあ喧嘩ってか一方的だけど、普通にねもうすすり泣いてね、そんなんもうなんまあいっぱいあるわけじゃないけど、何回か俺だからね聞いてるからな、それな、うん、親父帰ってきて、イライラして帰ってきて親父にボコボコにされて、うん、なすもねえじゃんこっち、ね、俺何も言わなかったよその時、うん、やめてとかなんかよくドラマとかであるじゃん、いやあんた言えねえでしょ、うん、聞こえてきても、なんか入っちゃダメなのかなみたいな感じをだった、そのなんか変子供心に変な、ちょっと待ってチンコ出してくんね、はい、ちょっとすいません、そうまあでもとりあえずね、そんな感じで、まあ他にもいろいろあるけどさ、まあだからやっぱ幼少期のねいろんなそういった経験とか、やっぱ10代の頃がやっぱさ一番さあの人生のちのち影響されるっていうのはさ、俺はまあもうねもう紛れもない事実だよね。ね、10代の幼少の頃のね、幼少の頃のさ経験があってもね、それは別にね虐待だけじゃなくていろんな経験が、いじめでも何でもいいしね、些細なことでもいいしさ、ハブられたとかさ、ね、クラスでハブられたとかさ、友達にハブられたとか、いろんなさ。うん、でもそこら辺は本当に2022年になってもさ何も変わんねえな、うん、いや分かんない、なんかみんなになんか知ってることかもしれないけど、俺が見る限りやっぱ今のがやっぱね SNS あって LINE とかねゼンリーとかなんか分かんないけどさ、いろいろあってね、うん、俺本当にこんな言い方はやっぱいつも言うけど、 LINE なくてよかったなって、 LINE とか Twitter とか自分インスタとか、俺がね小学生の時とか中学生の時とかどんな目に遭ってたんだよって感じだよね、ちょパンツ履くね、うん、ねもうさね、なんかそこら辺なんか進化しないのかね、そこら辺もねうまい感じにね、あだだパンツだけじゃねえ、パンツだけじゃねえ、ニコ生じゃねえんだ上も脱ぐね、上も履くね、でもいつもニコ生脱いじゃん、あふねあふね上もちゃんと乳首隠します、あーなんかちょっと話題変えようぜもう疲れてる時ちょっとまあ風呂入ってちょっと癒されたけど、もうねなんかあんまね
話題変えましょう。ちゃんとブラもしろよな。ちゃんとブラもちょっと買わないとな。確かにな、うん、うっかりバンになるとこだ。ところで髪の毛サラサラになった。ああなったんじゃん。だって、うん、あ久々のこれ。いやー、ムーゾーザヘアのこのイケメンぶりすごいね、本当にね。うん、物理の先生は授業中に下ネタ言ってクビになったんだけど、どう思いますか？え？もうその、もう全員死ねばいいと思うよ。うん、そんななんか、ね、下ネタってなんかチンコとかでしょ？でもわかんない。まあ、度によるけどね。うん、マンコ舐めさせて、だったら、まあ、それはクビになった方がいいけど。うん、まあ、その程度によります。物理で勃起力測ったのかな。うん、いやいいね、無造作ヘア。今ここでしか見れないから、のこさんの無造作ヘア。うん、かっこいいな。スクショできる。何がどういうこと。ほんと神様、のこさんほんと神様って。最上級の言葉じゃん。いや早くミュージックステーション出せよ。でで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 。はいどうもこんにちは、タモリです。今日もご苦労様です。そろそろ私ね、そろそろミュージックステーションもね、始まりたいと思っちゃうんで、始まります。では一組目ですと、失礼がまっちゃん。でこれが出てくるんだよ。おー、ちょなびっくりだな。神聖変わってちゃん、なんだそれと思ったらさ、でで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 で、神聖変わっちゃうんです。でで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 で、でいや今日は、はい、ね、卒業式という曲をちょっとまあやるんですけど、はい、これで卒業なんかするわけないじゃないですか。まだまだ出ますよ、ミュージックステーション。いやー、やっぱね、いろいろね、こんな妄想もね今しちゃうね、やっぱね。うん、ミュージックステーションね、まあミュージックステーションだけじゃないけど、やっぱね、やっぱテレビやっぱね、久々に出たいよな。うん、テレビやっぱ久々に出たいよなね。紅白の妄想して、紅白の妄想、紅白ってあれなんか橋本環奈でしょ。環奈ちゃん久々だね。うん、カラオケダムダムダン以来じゃん。綺麗になったね。うん、じゃあロックンロールは悩まない。年明けどん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 みんなロックンロールお持ち食べてこうね。まあこういう感じでね、つまんないこと、お前はつまんないと思ったでしょ。でも違うんだよ。今これは紅白歌合戦用に合わせたの。はい、おじいちゃんおばあちゃんでもね、1歳でも2歳でも分かるようにね、うん、そういうね、うん、そうちゃんとそこら辺もね大切なんだよ。俺もテレビさいっぱい出てきてるからさ、芸能歴長いからね、うん。生放送大丈夫だよ俺。さ、やっぱさ、生放送とかさ、フェス、まあロキノンフェスとかもさ、大丈夫だっつってんのにさ、ね、あいつは伸び詰まってんのかよ。本当にさ、いい加減さ、出せよ。な、ロキノンフェスの、だから編集長この前言ったろ、俺 LINE してんだけどさ、そう、ちょっとやっぱノコはやっぱ時間守んないから、やっぱそういうイメージがあるからなって、俺は出したいんだけどみたいな、やっぱそういうイメージがあるから、ちょっとなかなかあれなんだよ、しがらみがあるんだよって言われてさ、そうやっぱね、なかなかね、うん、いつまでそんな過去のさ、神聖かまっちゃんのイメージにさ縛られてるんだよなあ、マジでなあ。イメージしつこいんだよな。そんぐらいしつこくやったのは俺なんだけどね。
払拭できないぐらい それほどのことはしたことは事実だからね それほどのことをしたことは事実だからね まあまあまあ、それは本当そうだからね。あ、中居くんのだるがるみって言うけど、いやいやマジずいぶん前って言うけど、あれ、いやあれ結構マジで結構なかなかなことであれ多分そうそうないと思うよ。うん、今の時代の流れだったら多分向こう20年30年はないんじゃないかな。テレビでああいうことするやつ、テレビみたいな場所でね、うん、テレビみたいな、まあインターネットの中でもそういう将来テレビ番組みたいなね、そういう大手の場所が、おちょばくあいざんす、なんかそういった場所がね、インターネット番組でできたとしても、そういったね、ああいうことまでできるやつってそうそう多分ね、なかなかね、出こないんじゃないわ。うん、やらかすのを期待しちゃうよね。ラストサムライだわ。あれはどういうコンセプトで、え、コンセプト、コンセプト、うん、まあまああの時はね、あの時でいろいろ俺なりの考えは当然あったよ。やっぱり売名、売名だったもん。売名、頭の中売名でいっぱいだったから、うん、軽めのテロだもんな。売名でいっぱいだったからな。確かに見た方がいないと思うの。親父にも電話したしな。新アルバム出すタイミングでいろいろまた来るんじゃないかな。いやでも前回来なかったからな、自動カルテの時だから。まあわかんない、あんま期待しない。あんま期待するとね、ちょっとね、ダメだからね。うん、期待しないで、やっぱ来たりすると嬉しいから。基本的に期待しない方がいい。今、テレビは本当にコンプライアンス厳しくなっちゃったし、そう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 。まあ、だから俺もテレビはテレビで当然出たいよ。今、テレビやっぱさ、数字持って、やっぱりテレビも数字持ってるから。でもやっぱけど、インターネットはインターネットで、俺もさ、やっぱずっとインターネットやってきて、インターネット見てきて、お前らってそうだろ。今もうやっぱインターネットがさ、やっぱさ、インターネットもさ、すごいじゃん。ね。やっぱインターネットの中でもね、やっぱね、そういうミュージックステーションを凌駕するようなね、なんか音楽番組みたいなのもね、出ればいいのにねっていう話なんだよね。うん。やっぱね、そういうのはやっぱ思ったりもするけどね。うん。まあそれはそれで、やっぱみんなやっぱやってんのは、YouTuber とかやっぱ一人でテレビやってんじゃん。ね。あ、YouTuber、ヒカキンなんてあれだって一人でテレビじゃん。そう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 。うん、配信者ってさ、リスナー数さ1万人とか10万人とかいけばもう一人テレビじゃん、うん、だからそういうことだよね。紅白狙おうとかも言うけど、まあだから俺はインターネットだから、 YouTuber 登録者人数ね、500万人1000万人目指そうって話なんだよ。それはだ、そういう話なんだよ、まずは。うん、やっぱ新生かまっちゃんのやっぱね、俺の感じからしたら、うん、俺は別にテレビはテレビで出たいよ、出たいけども、そう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 、うん、もうどうやってお前10万人なんて行くんだよ、お前リスナーす、おい、なもんさ、なあ、うん、今これか頭取ってさ、ね、アンパンマンの真似、リアルアンパンマンの真似しても10万人多分いかねえぞ、多分それでも8600人じゃん。マジで。ね、今こうやって頭取って血がピューって出て、それでも8600人ぐらいだと思うよ。ガチで。なあ。だからすごいよね。やっぱね。ああやって10万人とか、あとやっぱヒカキンとかさ。うん、あれすごいよ。まあ、のこさんもすごいけどね。うん。のこさんのこさんでまたね、独自の道を歩んでるからね、そのインターネット配信者のね、中でもね、うん、ちょっとドライヤーします、はい、うん、けど俺は俺でそうだよ、うん、本当に独自のね、うん、これはやっぱみんな言うだろう、うん、どの YouTuber 他の配信者ね、うん、俺は本当に独自の道をね行ってるからな、数字はこんなんだけど、数字だけじゃねえんだよ。だからそう、数字だけじゃねえんだよ、うん、まあ要するにアーティスト的だよね、オリジナル。だからやっぱ新生かまっちゃん、俺ってやっぱまあまあやっぱ本当にまあ実際アーティストだし、やっぱすごい芸術家って感じだよね、本当にこの使い方っていうか、やり方っていうか、あり方が、俺は本当自分でもそう思うんだよね。うん、なんか本当ね、なんかめちゃめちゃなんかさ、
なんかそういう本当にさっき言ったようにヒカキンみたいになったりとかああいう感じじゃなくてさ、なんかすごいなんつうかさ、ね、すごい新生かまってちゃんっていう感じじゃん。ね、俺別に王道のさ、世の中に受けるようなさ、人間性じゃないし、世の中に受けるような音楽をやってるわけでもないし、ね、芸術表現やってるわけでもないし、ね、ね、だからさ、すごいあり方がさ、ね、まさに、まあ、うまくやってるよな、俺は俺で。だから、じゃあちょっとトライヤーします。自己分析ほんとすごいよね、のこさんって。のこさんほんと頭いいんだな。自己分析がほんとちゃんとできてらっしゃる。スカルプ見せ方分かった。正規な部分、お金稼いでるのがすごいよ。あ、お金、あ、ちょっと今日、昨日頑張ったんで、途中から来た人ね、昨日ね、感動した人たちね、お茶爆ね、いっぱいください。いや、昨日のライブはね、もう感動したでしょ。もう、俺も声いっぱいだし、かっこよかったし。俺も、だから昨日、在庫見たんだって。言ったっけ？言ったけど。そう、在庫見てさ、普通に良かった。やっぱ昨日のライブ。瀬取りも良かったね。やっぱ一部制で、流れね。俺が決めた、俺が決めた。セトリ、やっぱ、のこさん、セトリするんですよね。やっぱ、俺だよ。やっぱ、モノくんとかね、ミサコさんとかね、にもセトリ作らしたいんだけどね。いつか、また。作らしたいんだけどね。やっぱ、セトリ作るの、マジで大変だから。お茶番ガイザース流れとくのがでしょ？でしょ？でしょ？暗転とか、MC とか、ああいうのも全部ちゃんと当たり前なんだけど、昔から自分で決めていくからね。ここで照明さんに暗転とか、そうそう。あ、いろんなこと。全部、それは昔からそうだけど。そんな当たり前じゃん。ストリー決めるやつは全部そこら辺は、そうだよ。静止役ありがとうございます。感動しました、ありがとうございます。舞台監督。いや、舞台監督とかじゃねえだろ。普通で、そこは別に普通で、そこは別に普通です。アンコールは4曲。初め「ボクブレード」やって、23歳夏休みやつや、23歳や夏休みやって、「きっとよくなるやつ」やって、「フロントエンモモリ」やるっていうちょっと流れにしようかと思ったんだけど、ちょっとやっぱり時間なかったね。昨日、パーフェクトの照明さん。いや、いつもの、もう新生かまちゃんチームだよ。いつもの。昔から。もうずっと長いけど。高低差ちょっと笑って。流れよかった。あれはあれでよかった。昨日の瀬戸りは今のかまっちゃんの良さが詰め込まれてた。まあまあまあ。まあ別に言うけどさ。ね。言うけど、俺の曲全部いいからな。俺の曲全部いいからな。なかなかだから選ぶのも大変なんだよ。マジで。マニプレーターってどういうこと？大体いつも人じゃん。並んでる時33歳。振り幅がすげえた。あと俺、在庫では見たし、ツイキャスでは見た。ツイキャスのログがね。なんか途中最後さ、映像なんか止まったりしたな。ラジオモードになったな、昨日な。あれ何なんだろうね。あれ別にこっちのあれじゃないからね。あれ何なんだろうね。昨日配信組ね。なんか最後途中ラジオモードになったな、あれな。あれバッテリーなんかな？わからん。バッテリーなんかな？わからない。いや、うちのスタッフは何もいじってないよ、当然。いじってる余裕なんかねえし。でも途中、ちょっとまたけど途中から戻って、ね。最初の方もわっ切れて、切れてわっか、それわかんない。何もわかんない。熱望、いや、全然わからん。そこら辺本当に何もわかんない、俺ら。てか、それ気づいてるの多分俺だけだから。昨日録画見たから、俺。まあ、わかんねえ。まあいいや。最近ツイキャス不安定な、今までなかったよね。今までなかったよね。そういうのね。最近不安定なんじゃない？
なんか、いや、スタッフ関係ない。スタッフそんな余裕ねえって、だから。てか、あれさ、ちなみにさ、まあ、現地来てる人だったらね、わかると思うけどさ、これだけ言わしてね。ツイキャスってさ、ライブ配信するときさ、昔からそうなんだけどさ、お前らがツイキャス、ね、ツイキャス民、乞食席で、ステージにスマホ置いて聞いてる音って、中音だからな。中音。いわゆる中音って、俺たちがなんかね、俺たち新生かまちゃんチームが、100%で出したい音じゃないからな。外音が100%で出したい音だから。中音と外音って、中音っていうのは基本的に、モニタリング、俺たちメンバーが、モニタリングする音なわけよ。だから全然やっぱそこは違うよ。中音と外音。まあ、それ当たり前なんだけど。だからね、ちょっとやっぱね、これはまあ別に特別めちゃめちゃ変わるわけじゃないんだけど、それだけは言わしてもらう。たまにやっぱ曲によってやっぱね、オケがなんかね、ピアノとかなんでもいいんだけど、ああ、やっぱちょっと聞こえづれえなっていうのは、当然それは中音だからなんだね。それは別に、PA の人が悪いとかじゃないんだよ。そう、PA の人が悪いとかじゃなくて、そういうこと。今回の在庫、いつもより音良かった。あ、ほんと。どんな違うのって何が。だから、どんな違うの、そんな違うの。スピーカーから聞こえる音が外音。とりあえず会場のお客さんが聞いてるのが外音。在庫座ったんだ。全然気づかなかった。少年みたい。いやー、けど寒いね。ちょっと長袖着るよ。かっこいい。初めて配信で声聞いたんですけど、話してる声もいいですね。ありがとかわいいパーカー。黒パーカー良きだな。お子さん黒。とっても似合う。俺黒似合うよ。猫じゃねえよ。お礼のキッスだよ。お礼のキッス。もう寝るの、寝ないよ。俺金もらいたいから歌うよ。金もらいたいから歌いますよ。ちょっとは。だから言ったじゃん。配信始まるときに、ちゃんと、ね、俺なりに考えてることもあると。変な感じの。歌うのって。歌わないといけないの。まあけど、無理やり歌う。歌ったら、だってみんなお茶バッグいっぱいくれるんだもん。ね、今週、やっぱ、だからさ、今月忙しいからさ、ね、土日よく会員限定ニコ生やるじゃん。ね。会員限定ニコ生だからさ、なんか調べたらほとんどちょっとできなそうなんだよ、土日。土日がね。そう。いやー、もうさ、ね、一番ね、稼げるのにさ、会員限定ニコ生が。なんか大体ライブとかでかぶってる。そう、ライブとかで大体かぶってる。だってそうじゃん。名古屋も大阪もそうだし。な。ねえ。いや、俺、超イケメンだな。どうした？顎関節症がね、顎関節症がちょっとなかなかね、やっぱ冬は、
冬ってか寒い時期はやっぱねあれなんですよ。ほんと食べる時とかねちょっとね、うん、自分のかっこよさに疑問、いや疑問なんかないよ。悪化して、いや冬はね悪化するんですよ僕、うん、ちょっと待ってちょっとないもんミスカット食べたい。かっこいいな、かっこよくなったからちょっと枠取り直すね。コマさんが確かに最近埋もれてるな。